当もうこればっか来てるよ。もういつも遅刻しそうでからさ、急げーって言ってワンピース迷った時はワンピースと思ってFM 中1時を回りました。2月7日金曜日、舞子のヘッポコラジオでございます。スウェプスキラキランドラムの舞子です。そして本日も私一人では不安なのでこの方来ております。皆さんこんにちは、シンガーソングライターのしおり、改め金城しおりです。よろしくお願いします。はい、いらっしゃーい。めっちゃテンション高いさ、ありがとう。今日はね、あいにくのお天気ですので。だからさ、さっきまで晴れてはないけど、まあ普通に曇り空だなって思ってたら、降っちゃったね。降っちゃったね。もうまさにさ、この番組がヘッポコラジオって名前じゃない、うん、でいつもヘッポコなことを話すんですけど、もうほんとついさっきあった、もうこれのせいで、これのせいで、雨のせいで、うん、なんでしょう、洗濯物干してきた。ありがとうございます。今日も朝からありがとうございます。天気予報全然見ないわけ、うん、テレビもあんまりつけないから、うんうんうん、その予報っていうのが自分から調べない限り入ってこなくて、うん、で今日常に部屋もさ、カーテン閉め切ってるから、うん、あ、洗濯物溜まってるやと思って出かける前にバーって回して干しながら、一応空模様おかしいなとは思ってたんだけど、思ってたわけね。外出て、うん、よし行かなきゃと思って外出た瞬間マジで降り始めてあっちゃーと思って、これはちょっとマジヘッポコ。ありがとうね、ナイスタンコ、はい、あの私がいるときは効果音付きとなっておりますので。これ全然できない。でもタンコというより、なんていうの、このベロ、これタンコっていうの、分からん、マクタンコって言うんでた、言ってた、下の包み、うん、あの太鼓みたいなことか、太鼓の子で 下、はいはいはい、下包みでマクタンコって呼んでたよ。なるほど。でも、まあ、一応確かに周りでタンコに関して、うん、あーとはなったことない。ないよね、多分自分のオリジナルとは。タンコって言いません？これなんていうの？タンコのさ、あの私の認識のタンコは、うん、ちょっと下の上げ方が違う。はぁ？この今私がやったのはこう裏側を一回丸めてで、あ、や離すんだ、ベロを丸めた。離したんですね、うん、で今まで思ってたタンコは舌を一旦上に上げて舌に叩きつける、うんうんうん、それは私できないんですよ。え、マイクどっちかな。あ、マイクやっぱそれだ、そのベロを持ち上げて吸い付けて、うん、パンって離す、うん、叩きつける、上から下に落とす、できる。でも全然ならんよ。あ、すごい、結構なってるね。このタンコの話でこんなに引っ張って大丈夫ですか？全然いいよ、あのヘッポコラジオ自由だから。じゃあこんな感じで始まっていきましたけれども。しおりちゃんもありますか、ヘッポコなこと。ヘッポコなことね、まあ、前回、うんうん、先々週ゲストで出演させていただいた際は、うん、この仙台に遊びに行くときに、うんうん、こう知り合いにも大量のお土産を買って新幹線であの向かった結果、うん、全部新幹線の上の戸棚に置いて帰っちゃったっていう話をしたんですけど、うん、してたしてた。うん、他にヘッポコなね、でも意外に人から言われないと気づかないことって多くないですか？あ、間違ってることとか、うん、ミスってることに気づかないでってこと。そうそう、なんかこうついついこうラジオで話してネタにできるほどのこと、うんうん、そのレベルにはいかないけれども、こう小さなヘッポコ、あ、なかなか結構自分で見過ごしがちかなと思いますね。確かに、うんうん、でもめっちゃいっぱい、もうなんかあのメディアで言えないレベルのやつとかも死にいっぱいある。あの下品な下品な下品な感じのネタ系とか、うん、もうめちゃめちゃヘッポコ、もうやばいよ。他にはね、あとあれも、あの女子はあのよくあると思うんだけど、うん、スカートよく履く人とかさ、はいはい、パンツの中にスカート巻き込んでる説ない？あ、説っていうか、あるあるじゃない？あるある。男子はほらスカートをそもそも履かないから、うん、そういうことになりえないと思うんですけれども
なんか高校生の頃とかは、うん、よくあった気がする。あった、あのね、お手洗い終わってから、そう、トイレの後にね、友達に慌てて後ろからしおりしおりみたいなあったあったああいうの意外とやりがちかも。あった、もう急いでトイレした時とかはさ、もうパンツもあってパンツ上に上げるかさ、それにスカート巻き込んでやったりとか。でこう急いでる時って結構さ、パンツもくるまりがち、わかるこの側面というか、わかる、くるくるくるってなって、あーってなることがありましたね。あ、でも まさにマーク最近パンツ裏返しで履いてること、表と裏が逆のやつ、なんでレース側内側に着てて気づかなかったんだろうっていう、一日の終わりのお風呂で気づくっていう2回は使えるってことですね。そうだね、両面、あ、表裏、やっぱ両面印刷がエコ的にも大事じゃないそれでいこうかな、じゃあ、うん、ぜひ皆さんもね、あのパンツ表裏ね、はい、履いていただいて、そうですね、暮らしていただければと思います。はい、パンツネタはなかなか引っ張れそうですね。いける、いろいろ男子も、男子って言い方あれですけど、もういい大人だから、男性か男性の方もそういうヘッポコネタとかパンツネタありましたら、パンツに限らなくてもいいですよ送ってきてください、はい。この番組はですね、ヘッポコラジオですので、私ヘッポコマイコが1時間生放送でお届けします。そして今日は強力なサポートでシンガーソングライターの金城しおりちゃんも一緒に生放送でお届けします。今日も特にメッセージテーマなど設けてないんですけれども、全然2人に関しての質問とか何かありましたら、ツイキャスやメールでお寄せください。メッセージは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いします。あ、もう今日早速ツイキャスの皆さんからコメント来てますね。はい、高峰さん、はじめまして、しおりさんレギュラーですかって、最高、最後まで聞いてます、イエイイエイと可愛い絵文字付きで来ております。もうそうだね、しおりちゃん今日で3回目。そうですね、準レギュラーということで、まずはね、就任おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは、準レギュラーの金城しおりですなんかキャラ作ってんだよなそしてこちら、テリア道博さん、万歳かな、先日のインスタ生配信お疲れ様でした、ツアーのチケット買いました、うん、ファイナル楽しみにしてますと。あ、そうなんです、私セブープスっていう3人組のバンドやってまして、それの先週インスタライブ配信をして、それを見てくれたとのことで、ありがとうございます。ツアーグッズ、うん、小出しにしている情報見ましたよ。あ、見た、すこぶる可愛い、可愛いよね、可愛いね。同級生のあの、なんていうの、私たちの共通のね、共通の友達がいまして、その子が自分でオリジナルでガラシャツ作ってたりと、ものづくりがすごい上手な子がいまして、その子とコラボレーションで今回ツアーグッズ作ってて、それインスタで配信してたり画像アップしてたりするので見てみてください。いや、非常に可愛い、嬉しい、もうあれはアスカ様様ですね。ほんといい、デザイン力 ね、いいデザインできたね、ほんとすごい。あ、こちらも来てます、武蔵さん、まゆこちゃん、しおりちゃん、こんにちは。こんにちは。しおりちゃん、レギュラーおめでとうございます。ありがとうございます。改めて、武蔵と申します。よろしくです。よろしくお願いします。まゆこちゃん、先日の八重瀬桜祭りでのライブお疲れ様でした。まゆこちゃんたちとおしゃべりできて楽しかったよ、と。そうなんですよ。先週、あの八重瀬町で行われた桜祭りのライブに行きました。ライブ演奏させていただきました。その時も武蔵さん来てくれて、しおりちゃんとの時も武蔵さん来てたよね、チョコパイの日、先々週、うん、来てくれてましたね。そうそう、来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。桜どうだった？全然咲いてんかったよ。全然とか言って、ちょっと早かったのね。ね、なんか名護とか八重岳とかはめちゃめちゃ咲いてたらしいけど、まだまだ那覇はまだちらほらって感じかな。南部とかまだまだだはずね。今年の冬って例年と比べて結構あった暖かくないですか？うん、めっちゃあったかくて、割と最近やっと寒くなったかなって思ったんだけど、そうだよね、今日も湿度が高いからか暑くない？暑い、とってもね、今日結構夏仕様の曲、あの服で来ちゃいましたね。マコももう薄っぺらいタラッタラの、うん、タラッタラのね、タラッタラのワンピースで来ちゃった。なんかやっぱ桜って一旦こうすごく寒くなって、うん、暖かくなった時に、あ、春が来たって判断して咲くらしいんですね。だから寒くならないとなかなか開花しないらしいんですよ。じゃあここ最近ちょっとぐっと寒くなったじゃん、うん、で今日ちょっと湿度で暖かくなって、このまま
じゃあ暖かくなったら咲くってこと？もしかしたら、ただ桜判断的にまだ寒くないなって思ってしまったらどんどん暮れちゃうのかななんて思ったりします。桜サイドがね、桜サイドがどう感じるかどうか。そうなんですよ、スポンサーサイドがね、スポンサーサイドがあ、じゃあちょっとうまく咲いていただければいいですけどね、うん、ただ先日4日ほど前に元部にちょっと仕事があって行ってきたんですけど、うん、やっぱ元部あたりは結構咲いてましたね。ねえ、やっぱ北、うん、元部元部は、うん、北なので、やっぱ那覇と比べると少しね、寒いからか、うん、多少 1,2 度は下がることもあるかなと思いますね。いいな、まあ、こう花見をしたくて、沖縄って花火文化がないじゃん、うん、だからなんかそういうちゃんとやってみたいんだよね、花見っていうものを。これが私上京して初めて経験したことの一つがやっぱ花見で。すごい、だってもう東京とかやばいっしょ。そう、代々木公園とか一回行ったことあるよ、すごい桜だった。すごいよね。でやっぱ沖縄と桜の種類が違うじゃないですか。沖縄は寒肥桜、まあ、悲観桜とも多分言うと思うんですけど、うんうん、その桜に対して向こうはソメイヨシノっていう多分桜の種類なので、はいはいはい、全然もう桜の花の咲き方とあと花の散り方。確かに沖縄あれでしょ、うん、ボトそうボソって落ちるよね、花ごとね一気にイエーイって落ちるでしょイエーイありがとうバイバイそうそうそう、けどそれがやっぱ関東の桜はこう花びらが一枚ずつパラ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 って雪のように、はあ、もうまさに舞うってこういうことだなと思って。確かに、まあ、こうあの生き物がかりさんの歌で、はい、桜ひらひら、うん、ごめんね声めっちゃガサガサなんですひらがもう全然ひらひらしてもう一回チャンスもらっていいですか。いいよ、はい、桜ひらもうどうやってもひらひらしなかったダメだ、いい感じのガサガサ声だね桜ガサガサさ桜ガサガサでしたね。この生き物がかりさんの桜ひらひらそれ舞い降りて落ちて、さすがシンガーソングライターしおりやさん、いや近所しおりやさんすごい、そう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 、この歌を聞いた時にやっぱピンとこなかったもんね、ひらひらみたいな。確かに沖縄だとボトボトで、そうだから全くちょっとピンとこなかったんですけど、やっとマイクもこうやって県外とか行って桜見た時に、あ、このこと歌ってんだわって思ったもん。じゃあちょうど桜の話になったからここで一曲桜の曲書けようかな、生き物がかりさんの、はい、あのちゃんとヒラヒラさせてるやつ、はい、聞いていただきたいなと思います。この後も生放送を続けますのでお聞きください。まずは1曲聞いてください。生き物がかりで桜。ツイキャスの皆さんこんにちは。こんにちは。あ、生き物がかりの桜好きですって万代さん、うん、ありがとう。いやこれ名曲。ん、高峰さん、なんか高峰さんが来て、名護での白間くんのお店、はいはいはい、何これ何、あのリュータわかる、知らない、あの三線弾きの子、同い年の子で、めっちゃうまい三線弾きの、もう自分で歌ったりするんだけど、白間リュータっていて、うんうん、その子が名護でお店持ってて。お店って何の、こう、まあ、一応基本的には民謡ライブみたいな、民謡ライブができる店で、すごい、そこでもう14日に1周年っていうことで、あの特別ゲストで、やったばっかなんだ。そう、今もうちょうど今月が1周年で、その1周年ライブで歌うことになったので。すごい、同い年で店持ってるってマジかっけ。そうなの、すごいよね。来てくれるの、金沢ライブ見に行きますよ。ありがとうございます。入れるかな分からんけどって。入れるはず。お店行ったことある？うん、なくて。あ、じゃあしおりちゃんも初。そう、初。名護か、すごい、名護もでかいからな。名護のどの辺だろうね。どの辺だろう。一回名護さ、一部めっちゃ栄えてん、うん、栄えてる ね、 ね、お店集合してとかあるよね、うん、昔なかったのに今すごい。しおりちゃんもかけたい曲何かあれば。あ、私の曲でいいんですか。でも全然あの iPhone 入ってる、これつなげたらそのまま流せるんだけど、マーク探しとこうか。そうだね、なんか逆にある中でやった方がいいのかな。あれ Apple Music 聴き放題、私 Apple Music か。あ、聴き放題、うん、
何でも探せる。どうしよっかな。でもせっかくだったらなんか桜ネタ続いた方がいいのかな、うん、あでも全然その時の会話で変わってくから。あ、OK、その時決めてもいいよ。あ、生放送中。あ、いいの、うん、あ探す。かしこまりました、ありがとうございます。アイコンタクトしますね。ライブの情報で、あ、初めましての方も。ゴーダタケシです。本当にゴーダタケシってどっかで聞いたことあるって思ったらさ、ジャイアンの名前、うん、あれジャイアンってゴーダタケシじゃない？ゴーダタケシだった気がするよタケシ。ゴーダさん、はじめまして。ゴーダタケシ、どうぞ ゆっくり放送していくので聞いてってくださいゴーダタケシ、あ、本当だ、でしょ、ゴーダタケシでしょ、うん、ゴーダタケシさん、すごい、ジャイアンと同じ名前ですね。ペンネームではなくて、あーでもその説もあるね、うん、もしかしたら。でももし一緒だったら逆にすごくない、うん、めちゃくちゃすごい。あ、ひらひらが来る、うんうん、ジャイアンの本名です。そうです。あ、そうです。あ、そうなんだ、やっぱり桑田たけしさんさっきまで雨降ってたけど一応止んだんだ、うん、よかった。傘持ってない人が多いね。でも今日湿度 70% 超えだから洗濯物乾かないだろうな終わったな、どの道臭くなって終わり朝デジ乾くの時間かかって終わりだ。すごいとこなんだよな、いつもいつも干すたんびに雨で、あー天気予報見ようっていつも思うんだけど。これ一回洗い直すの？臭かったら、もうあまりにもやばかったら、うん、でもこの濡れて乾いた時の匂いが一番やばいよね。なんであんな臭くない？なんかさ、ね、時間かけて乾いたやつ臭いよね。なんか水カビが発生するって聞いたことある。カビ生えんの早水カビのせいなのか分かんないけどね。じゃあこれさ、もうカビ生えちゃったら、うん、洗ってカビって落ちるってもんではないよね。落ちるのかな、生えたとか。匂い取りづらいって聞いたけど、やっぱ太陽の力がすごいらしい。やっぱ晴れじゃないとな、うん、やっちまった、マジヘッポコライブ情報が出てこないあれ、自分のライブ情報やばいわ、急ごう。あ、あれ LINE 来たそういうとこヘッポコだよねお届けしたのは生き物係でさくらでした。はい、セブプスマイコのヘッポコラジオをやっております。ツイキャスで先ほどゴーダタケシさんっていう方、初めましての方からメッセージが来てて、ジャイアンの名前と一緒だねなんてお話ししてたら、また別の方マンダイさんから、ちなみにジャイアンの妹のジャイ子には名前が設定されていません、実在する同名の子がいじめられないための配慮だそうですって来てました。へえ、面白い、すごい。確かにジャイ子ってずっと呼ばれてますね。うん、すごい配慮これ。やっぱそういうのも考えてやるんだね。へえ、ありがとうございます。すごい豆知識ね、すごい豆知識嬉しいな。あ、すごい、この番組ですね、皆さんからのヘッポコも募集してるんですけれども、万代さんから届いております。はい、
まいこさん、ゲストのしおりさん、こんにちは。こんにちは。ラジオネーム万来です。今の職場は家の近くなので自転車通勤。今週火曜日に車検が終わり、仕事終わりに取りに行ったんです。車を受け取り、自転車を畳んで車に乗せての帰り道、うん、カーブのある坂道を下った時、カーブの先に通行人がいて、車を止めた瞬間、後部座席に置いていた自転車が前に倒れて、自転車のカゴが自分の後頭部を直撃。一瞬後続車にぶつけられたと思って、バックミラー見ても後続車はなく、それまでバックミラーに映っていた自転車が見えなくなっていたので、自転車が落ちたのを把握しました。近いからといって座席に乗せたのは間違えたな、きちんと座席の下に乗せるべきでしたと。危なかったですね。そっか、トランクじゃなくて、うん、後ろの後部座席に自転車を折りたたんで入れたんだ。なるほど。すごい。でこれ怪我がなかったからまだね、ヘッポコエピソードとして成り立ちますけど。よかった、危な、万代さん気をつけてください。これマジヘッポコじゃないですか。だからこういう運転系とかだとさ、うんうん、沖縄はやっぱり車文化だから、うん、運転することが多いと思うんですけど、ある、そういう車系の、車系、うん、こういうことあったとか、ヘッポコエピソードか。まあヘッポコに限らず、うん、なんか気になったこととかで言うと、うん、以前も話したんですけど、はいはい、あの老人、うん、高齢者の方の運転がまあめちゃめちゃ怖くて、うんうん、なんか下り坂で、うん、結構な下り坂だからさ、こう信号待ちの時にブレーキ強めに踏むじゃん、うん、だけどさ、隣に並んでたその高齢者の方が運転している車はブレーキの踏みが甘いのか、徐々にこう前に下ってってるのが見えて、はいはい、うん、これはあのあえてのそろそろ信号が青になるから徐々に進んでるのか、もうマジで踏みが甘くて力が弱くて、うんうん、もう徐々に流れてるのかが怖くて、うんうん、あーって思って、なんか自分が運転に集中できないっていう、もう後ろがずっとそわそわ気になる感じ。そう、大丈夫みたいな。へー、なんかそういう車系ある。あとスマホのながら運転とかも、うん、まあ、自分があの器用じゃないから、うん、まあ、もちろんやっちゃダメなんだけど、うん、そういうのをもともとやらないタイプで、うんうん、もう絶対どっちか集中しないと無理だから、うん、触らないって決めてるんだけど、でもいるじゃん実際見てたら、あ、信号待ちだから今のうちに LINE 返してるなとか、うん、で実際青なっても全然進まないなって思ったら、うん、電話してる人とか、はいはい、もうって思ったりする。やっぱね、そのあ、この車危ないなとか、こうすれ違う時とか、うん、カーブしてきた車で思うと、やっぱ何かしら作業してたりするよね。怖っ。こう電話してる素振りだったりとか、うん、ちょっとよそ見してたりとか、非常に危ない。この運転って乗ってる側は気づきづらいけど、運転してる側はね、うんうん、気づきづらいけど、やっぱこう人と当たってしまったりとか、何かに当たった時の破壊力ってやっぱ車すさまじいでしょ、ね、だからそれは本当にね、運転してる側が気をつけないといけない、ね、事故ったことある？ない。あ、無事故？無事故よ。すごい、素晴らしい、うん、まあね、一応気をつけてはいますけど、ただ、うん、そのヘッポコエピソードで言えば、うん、免許取り立ての頃にあのね、出発しようと思ってエンジン入れて、うん、こうパーキング、パーキングじゃないか、はいはい、ピーって何パーキングなのかな、あれって。確かに何の略だろう、 P ね、止めてるやつね。あの P に入れてる状態でずっと進まない進まないってアクセル踏んでたアクセル踏んでたの？踏んでた。だからブーンブーンって言ったら、あ、怖い怖い進まないとか言って、ちょっと声でかかったかなわかる、初心者あるあるだね。で10代で撮った、もう 18? 高3の時に、うん、卒業してすぐ撮りました。あ、やっぱ沖縄の人はみんなさ、高3で進学が決まったら、もう決まった順から徐々にもう自練に通い始めるじゃん。舞子はさ、バイクから先に取ったわけ、うん、中型免許から先に取って、はいはい、ずっとバイクに乗ってて、免許取ったのが本当4年前とか、うん、大人になってから車の免許取って。じゃあその間、雨の時はバイク、もう頑張って、雨でもずっとバイクだった。常に濡れながらもやってたりしてたんですけど、うん、車になって、でもまさにあの初心者あるあるで、ずっとサイドミラー閉じたまま運転してたりとか、ないない、僕どこで安全確認してる、多分してなかったんだはず。危ないね。なんかバイクってさ、
視界がクリアじゃん、うん、車と違ってさ、うん、窓もない扉もないからさ超見えやすいわけ、安全確認がしやすくて、うん、だからあの車バイクからの車になった時に超難しかった、もう見たいのにこの鉄の部分邪魔とか、はいはいはい、前もあの何車の種類によって長さが違うじゃん、うん、前方のちょっと長めの車もあれば、うん、軽だったら短いのもあるしギリギリまで寄せれる寄せれないが、あの感覚が距離感、うん、全くつかめないなってめちゃめちゃ怖かった。バイクとか免許持ってない、しおりちゃん、うん、あの中型とかは持ってない、もう車一筋、もう車一筋ですね。あでも県外いた時どうしてたの？県外いた時はもう電車、あそっか、電車ですね、基本的には。そっか、じゃあ沖縄とかさたまに帰ってきた時の運転は怖くない？でもね運転歴は一応やっぱ長いので、うんうん、そのただその上京しても頻繁にやっぱ沖縄にライブで帰ってきてたから、あそっか、運転その最長で8ヶ月とかぐらいしかなかったわけ、運転しない時が、まあ、やっぱ体が覚えているのはありましたね。体が覚えたらってかっこいいけどやっぱ最初はちょっと怖いよね、うん、その壁にすらないかなとか。そうだよね、うん、なんか結構沖縄とか路地めっちゃ狭いとこもあるしさ、うん、そうまく未だに車で事故はないんですけど、やっぱぶつけてるよねすごく しかもさ自分の車持ったことないわけ、家族の車とかを使ってるんだけど、うんうん、人の車ぶつけるよね、うん、やばい、それはダメですよね一人事故、なんかポールとかに一人でパーンってぶつかってあっちゃんそれはダメですね大きなへっぽこですねへっぽこどころじゃない、ゴンだよねもうダメ自分のだったら、ま、なおさらいいんでよくはないけどまだいいけどね、人の車ぶつけるってやばいよねあ、合田武史さんからメッセージ来てますよ、はい、運転に集中できないといえば、左折するときに助手席に座ってる人が一緒に左右確認するの困りますついやっちゃう気持ちわかるけど、前のめりで確認されたら左側見えなくて怖いですと。これとてもわかりますね言われたことあるんですよ、マイコも言われたことあるやるなってそう、よかれと思ってやっちゃうけど逆に危ないって言われて、あやっぱそうなんだ。そう、ただやっぱやりたい気持ちはあるから、うん、もう体をねもう助手席の背中にこうグーってつけた状態で見える範囲を確認するようにしてる。あ、マイコもさついついこうやってちゃんと確認して前のめりで前のめりでいつも邪魔って言われるであと後部座席に座っている時に、うん、こう真ん中、うんうん、後部座席の真ん中に座っちゃった時にこうバックする際にどうしてもその頭とかで後ろが見えづらいっていうことをベストポジション取ってんだ。そうそう、なのであのバックする際はしゃがみますね、真ん中に座ってる時は。それ言われてしゃがむ、もう言われなくてもやるの？姉に言われたことがあってちょ見えないって言われて、でそこからもう顔を、ね、横にこう傾けてえらーい、してる。気遣いができるねけどぶつかったら一応ダメさよね、 なんだよね、お前のせいだって言われても嫌だしね。そう、見えんかったからだよみたいな、ほら言ったさとか言われてもね。ウケる、すごい。運転系ね、マークもめちゃめちゃ確認するときあるし、あとあれもあるんだよな、あの人の運転が信用できないとき、うん、はい、なんか自分が運転できるっていうのもあって、自分のペースとか車間距離って決まってるじゃん、うん、マイコは割と長めになるべくブレーキを踏まない運転したくて、うんうんうん、だからあんまり冷たくないわけよ、うん、だけどやっぱ誰かの車に乗せてもらった時にその人の性格が出ると言いますか、うん、距離やたら詰める人っているじゃん。なんか助手席にいるけど足踏ん張ってるよね、わかる。ブレーキもうマイコだったらもうここでブレーキ踏み始めるよっていうのになんかギリギリに踏む人、わかる。あと本来ブレーキを踏まないといけない距離感でスピード出す人もいるでしょ、うん、そう、なんでここで加速するのって。前さ信号青で、あ赤でもう車止まってるのに、もうあとねゆるーく進めばいいだけなのになぜ加速したっていう。それはね踏んじゃうよね、マックもめちゃめちゃ好きでうんって足踏んでる。でそういう人に限って男性の場合が多くて、はい、言いづらいわけよ、なんかプライド傷つけるから。そうね、もうかなり近しいというか、まあ、身内の男性とかにも言いますね、うんうん、
危ないよってね、車間距離気をつけてとか言えるけど、うん、まだそんな仲良くないっていうか、うん、ね、なんか乗せてもらった立場の時とかは、ね、仕事関係の人とかね、言えなくて、うん、意外とやっぱ男性の方はまあ勝手な偏見ですけれども、そのできるってね、プライドを高く持ってる人とか、うん、まあ、実際に今まで別にそれで事故ったことないしっていう人はその自分のペースがあって加速したりとかギリギリに踏んだりするんだけど、もうやめてってめっちゃ怖い。そう、でもさ本当に運転って性格出ると思う。出る、めちゃくちゃ出るね。でなんかおとなしいと思ってた人でも、うん、運転がやっぱそこそこ荒めの運転な人はふとした瞬間にその荒さが出ることがある。あとあの舌打ちしたりとか、 あのさ全然あの普段喋ってる時は、うん、そんな感じしないんだけど、うん、運転しててこうまあね無理に入ってきた人とかいたら、うん、って言ったりとかあそんなにみたいな、お前子は全然気にしないけどなっていうとこでも、うん、ちょっとね言葉が荒くなったりするのを見るとあへーみたいな、意外ですねあ、そういう一面が、うん、そうね、性格ね、出るね。ね、今日もまあ雨は降ってないんですけれども、うん、さっきチラチラ降ったりしたので皆さんもラジオ聞きながら安全運転でお願いします。本当ですね。あともう一つは、うん、やっぱその助手席に乗っててその相手との信頼関係というか関係性で、うんうん、なかなか注意しづらいっていう時でもやっぱり助手席とか運転手の、うん、車に乗ってるっていう時点で命を一応預けてるから、その辺少しちょっと自信を持ってあの行ってもいいかもしれないね。うん、やっぱり責任問題が問われるから、あまりにもね危なかったら、うん、しかも助手席側が死にがちなんだっけ、死にがちって、まあ、そうな、危ないって死亡率が高いんだっけ、意外と意外と高いと言われてるし、でその自分だけじゃなくてその歩行者だったりとか周りの人にも絶対影響が出るはずなので、そこはねみんなでも責任持って運転手だけじゃなくてだよね、気をつけなきゃってこうやって言いつつも、マイコはさ、うん、あの自連のなんていうの、テストみたいなのあるじゃん、はい、適性検査、うん、2回落ちた適性検査でやらんかった。自連のさ入校式終わってその日に、うん、あの三角をめちゃめちゃ時間内にたくさん書きなさいとか、全然覚えてない、数字の計算とか、項目がいっぱいあって、うん、イエスの、早めにもう考えずにどん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 、はいはい、はいかいいえか書きなさい、なんか運転下手くそな人見たらイライラする、はいとか、時々死にたくなる、はいとか、なんかそういうなんか乱雑ないろんな問題があって、イエスの答えたりとか計算式いろいろやる適性検査っていうのがあるわけよ。うん、え、絶対やってるはず。まあ、やってるはずね。でも15年ぐらい前のことなのでちょっと覚えてないですね。まあそっか、もうそれがあって、うん、最初にそれって大体やって、それで性格が分かるわけよ、はいはいはい、この人の適してるものとか、うん、大体こんな感じっていう性格が多分出て、うん、それをもとにあの先生たちが教えてるわけさ。で結果って基本知らされないんだって。でも舞子がさ、その大人になってやっと車の免許を取るってなった時に、卒業しますの時のなんていうの、その自動車学校の校長が来て、うん、はい、あのすみません、稲福さんは実は一番最初にやったその適性検査があまりにも罰が多すぎると、不適合すぎて、うん、おかしいからもう一度最後にこれ受けてくれないってやらされたんですよ。そしたらそれもやっぱり適してないって出ちゃって、出ちゃった罰が多すぎるってなって、うん、ちょっとこのままじゃ免許が発行できないと、はい、一応カリキュラムは終えているから卒業できるんだけど、うんうん、これをあの反省文っていうか書いてもらっていいみたいな、うん、へー、なんか私は、うん、本当は基本的には結果は知らせないんだけど、あまりにもあなたはちょっとやばいから、あの結果を教えしますと、で適してないと、おしゃべりに夢中になると前方不注意で、はいはい、スピードもあの緩くなると、うん、スピード出しすぎちゃったり、そのコントロールができないから、うんうんうん、あのちゃんとそれを気をつけますっていう文章を書いて公安に提出してきてって言われて、僕初めて2回受けて反省文書いて公安に提出しました。それかなり稀かもしれないね以後気をつけますみたいな。でも実際にそのテストマジで当たってて、
この一人で運転する分には別に大丈夫なんだけど、うん、誰かいると、うん、おしゃべり夢中になって赤信号渡ってたりとか、もうやばいよ、マジで、ね、マジで怖いわけ。だから自分でそれを理解してバカ野郎って思いながら運転しないと、うん、とか、あと信号待ちで一人で運転してる時に眠たいなって思ったらもう寝てるので、もうアクセル緩んでるからオートマって勝手に進むじゃん、うんうん、進んでて、うん、でたまたまその時が上り坂だったから緩い、うんうん、進みが緩かった、うん、全然あれだったけど、でも気づいたら交差点の途中までも進入してて、でもそれが夜中だから車がいなくて大丈夫とか、うん、もうよくよく考えたらそういうことが多々あるわけだから、マジで適してないんだはず運転。本当にいいんでしょうかいいんでしょうか、みんな気をつけてねって言いがち、自分が一番やばいっていうオチなかなかヘビーの内容だったね。だからさ、あんまり人乗せたくないなるほど、人の命預かりたくないからさ。でもそれを自分が運転下手くそだとか、うん、理解してるかしてないかでも変わるから、うん、そういう意味ではこの反省文めちゃくちゃ良かったんじゃない。良かった、それを自覚するね材料になるから。そうなんだと思って、気をつけようってめちゃめちゃ思いました。そうですね、だからね、みんな自分運転できてるって思わん方がいいはずよ。そうだね、今一度この冒頭にこの小さなヘッポコって見過ごしがちって話をしましたけどやっぱ自分のことってなかなかわからないね。わからんわけよ、これがもう当たり前と化してるとね、うん、人から言われて、うん、確かに、うーん、よくやってます、よく居眠り運転してます。いやいや、それ危ないからそう、絶対飲酒運転とかそういうのは絶対しないんだけど、はい、性格的な問題とか、なるほどね、やっちゃうこと多いなと思うので、ぜひ皆さん運転気をつけてください。集中しましょう、集中しましょう。じゃあこの辺でもう一曲かけたいなと思うんですけど、うん、しおりちゃんどうですか、何かかけたい曲ある？そうですね、もう運転、ドライブに気持ちいい曲とかなんかありますか？ドライブ、あ、じゃあしおりちゃんセレクトで気分が上がる曲とかでもいいよ、うん、ドライブ中よく聴く曲とか。あ、そうね、ドライブ中よく聴く曲、あ、子供がハマ、あ、そっか、J からつく、あの事務所さんの曲は流せないよね。 J？ あ、いや別に大丈夫だはず。大丈夫かな、その著作権の問題で、うん、FM のハンさん、あ、ツイキャスでは放送が、曲は流れないんですけど、放送中は全然、はい、あ、大丈夫ですか、うん、じゃあ言っていいのかな、うん、関ジャニエイトさんの前向きスクリームっていう曲出るのかな。関ジャニ、初めて関ジャニを私は検索する。これね、息子がドハマりしてまして、うん、あ、そもそもアップルミュージックに入ってない、入ってないよね、入ってなかった、ね、入ってないですよね、オルゴールバージョンばっかりいっぱいあって今素敵。あ、じゃあね、もう一個、今の季節、今の季節というか、まあ、息子絡みで言うとパプリカとか。パプリカいいよね、ちょっと急に可愛い感じになりますけど。いやでもマジで風鈴のやつ、風鈴の、風鈴のやつで、え、いいよ、じゃあこれ、これね、やっぱ子供がねテンション上がるんですよね。マコもついつい口ずさんでるもん、 うん、じゃあこれお届けしましょうか、はい、じゃあ曲紹介もう一度お願いいたします。はい、お子様ぜひ楽しんで聴いてください。風鈴でパプリカ。こんなにすぐ検索できるんだね。できる、すごい、すぐ出たパプリカっつったらすごい、すごい、患者にはオルゴールバージョンばっかりやっぱジャニーズ系はこっちに入らないんだね、うん、そうだよね、 iTunes にも多分出てないと思う。出てない、うん、なのになぜ行ったって感じだよねいや分かってたんかい、出てないのあ、武蔵さん、舞子ちゃんヘビーな内容ですが逆にレアなキャラクターですね。相当レア、相当レア。でも本当にこれが今無事故だから笑えてるんだけど、誰か乗せて本当に事故ったりとかしたらもうマジで笑えないなと思って気をつけたいと思います。もう今はさ本当にながら運転も多いからさ、まあ厳しくなったからね、まだもうちょっとこれから先、ね、今あれでしょ、カーナビのテレビもうん、ダメになった、やばいよね。うちの実家の車さ、なんかあのもう10年7年以上前に買った車で家族みんなで使ってんだけど、うん、そのカーナビつけてくれた人が、整備の人っていうかこの車買った時の人が
好意であの配線切ってくれて、うんはいはい、運転中もテレビが見れるようになってるわけよ。でも今それが違法っていうかグレーゾーンなんだよね。あ、そうなんだ。ダメらしいじゃん。じゃあ新しく買い替える人とかはそれができなくなってるってことか。なってる。でも配線を何か起きれば見れるようになってるんだって。だからみんな見たいから切ってお願いしてやったりとかするさ。でももう今それが厳しくなってるからもう逆にビビってそのテレビをつけないようにしてる。もうそもそもラジオ聞くとかそれにしてる、うんうん、なんか厳しいよね今ね。そうね。でも本当にこの運転で人生変わることがあるからね。自連でさそういうの見るよね、うん、見た。怖かった。なんか免許更新の時とかに、うんうんうん、事故を起こした人のストーリーのさだまさしさんの曲あれ見せられるよね。重くなるよねあれって。でもそれが現実なんだろうね、うん、本当に。そうそう、うん、大丈夫だろうなんて思ってちゃ危ねえよな。本当だよ。一瞬で人生変わるから。あ、教えてくれてる武蔵さん。しおりちゃん、ラジオで流れる曲は基本ラジオ局が取り扱っていれば大丈夫ですね。ツイキャスに関しては著作権の兼ね合いで NG ですね。しおりちゃんの参考になれば幸いですと。じゃあ やっぱりアップルミュージックだったらどの道バツあのラジオ局のこの収録曲として CD があれば大丈夫ってこと。あーでもどうだろう、コミュニティラジオはまたちょっと違うかもしれない、うんね、自由だからそもそもここで楽曲を管理してないかも、うん、その辺の結構ラジオ局によってはもう著作権会社と直で契約してたりするから、うん、そうだね、うん、その辺がねやっぱちょっと調べてからやった方が大丈夫いいですね。ラジオ局、うん、でも最近もうちら関係なくいろいろ流してる、うん、先生が勝手にお届けしたのは風鈴でパプリカでした。セブプス舞子のヘッポコラジオをお届けしているのは舞子とシンガーソングライターの金城しおりです。早い、もう30分が過ぎて。あららら、もう後半ですよ。本当ですね。あっちゅう間ですね。あっちゅう間です。どうですかあの最近。急な最近ですか。最近はね子供がですね、うんまあ、よく魔の2歳児とか言うんですけど。もう2歳なの。もう3歳なの。あらまあ、じゃあ落ち着いてるんじゃないの。それが実は魔の3歳児っていう言葉も存在してるらしくて2歳だけじゃなかったんだ。そうなの。終わりじゃなかった、続いてたんだ。続いてる。しかももう2歳と比べてますますおしゃべりになるし、うん、で力も強くなるし、うん、でねもう大変なの。そっか、もう考え、自分の自我がはっきりしてきてるから、あれしたいこうしたいがもう言えるんだ。そう、あれしたいこれしたいも言えるし、その抵抗する力もすごいわけ。あ、もう無理やりに抱っこして連れて行こうっていうことがちょっと困難になってくるってこと。困難になってきた。もう男の子なのでね、もともとすごい力持ちなので。そっか、そう。どう、舞子まだその結婚さえもできてないのであれなんですけど、はい、何が一番辛いの。辛い、辛いとかその大変だなって、うん、あ、そうですね、大変なのは、うん、やっぱりこういう仕事上、うんうん、自分の時間が作りづらいっていうのがやっぱりかなり工夫してるところですね。だって前回あの出てくれた時も言ってたよね、ラジオがすごく好きで、うん、インスタライブとかでも配信をしたりしたいんだけど、やっぱその子育てとかもあってなかなかできないと、うん、自分の時間が取れないって。そうそう言ってたもんね。あとすごい確率で寝落ちするっていういやでもそれめちゃめちゃ健康的だけど ね、 そ、 うね、その分朝早いんじゃない。早い、5時台に起きるね。早っ、朝からもう配信したら朝配信おはようございますみたいな。見てる人いるかねいや意外といるんじゃないあ、すごい、長谷川さん結婚願望あるのとありますか。ありますよ、そりゃしたいよ、できればしたい。ただ一回適性検査は必要よねそうだね、あの運転も適してないから結婚もうまく適してない気がするんだよねもうここまで来るとでもマジで気をつけないとなって思ってます。うん、あとは、はい、さっき運転の話してたから、武蔵さん免許更新の時に見るとビデオとかはリアルで事故の怖さ感じますよね。ね、ほんとね。うーん、あ、郷田武さん、自分の車ボンネット開けるコツが
いつまでもつかめない私はやっぱりヘッポコです。車内にあるボンネット開けるレバー引くとどこまで来ても半開きになったボンネットに指突っ込んで中にあるレバーを毎回探せないです。ボンネット1回開けないと閉めることもできないので瀕死って家に入ってしまいます。あ、でもなんかボンネット開けたことない。ボンネットって前の前のやつ、あのね、ガソリン入れるときにガソリンスタンド寄って、うん、ガソリンの給油のところを開けるときにボンネットゴンって開けたことある。これ結構ある人いるんじゃない。ヘッポコさ、ヘッポコあるさ。でこれあのしかもセルフじゃなくて、うん、あの人が入れてくれるところで恥ずかしい。あ、すいませんつってちょっと恥ずかしい。いやちょっとってかだいぶ恥ずかしい。なんかあれもあるよね、あの給油口、うん、自分が車持ってないから人の借りてばっかなんだけど、うん、その給油口がどこにあるか把握してなくて、はいはい、なんか全然違う反対側で止めてドヤ顔でやってたら、あ、逆ですよって言われて、あ、すいませんありますね。やったりとかも、てかもうそもそもボンネット開けたことがまずない、うん、見たことない、ボンネットの中身、うん、あ、中身私もないな。なくない、普段あそこを開ける機会が。やっぱやってもらい、ガソリンスタンド寄ってやってもらうことが多かったですね、うん、その例えばワイパーのお水変えるものだったりとか、なんかクーラーのやつも入れたりとか、そうそうそう、あれって、あ、そういうの必要なんだって、そもそもそういうこともジレンデで習わないじゃん、うん、意外とそういうことって。交通ルールとかマナーを学ぶけど車自体のことは聞かないから、うん、いや本当わかんない。そういう時にこういう詳しい機械メカとか詳しい男性いるとマクはもうありがとうございますって、ね、キュンってします。本当だね、お任せできるね。このタイヤのね取り替え方習わなかった？ジレンデ習ってないわけ。なんか教科書による？わかんない、教科書かなんかでやった覚えがなんとなくあって、あの実践じゃないよ、あの学習として。けどそのもうその場にいないから、うん、やっぱ全然頭になかなかこう入ってこないし、実際にそういう時になったらトラブってできないんだろうなって。確かに見て学ぶだけじゃわかんないよね、教科書だけじゃ、絶対触らないと。そうなんですよね。で一回アフリカに行った時に、うん、あのアフリカのスーダンっていうところがあって、うんうん、スーダンに3回ほど行ってるんですけど、うん、やっぱ道がもうほとんど整備されてないところとかもあって、うん、でこの車で走ってる時にこうぬかるんだ道にガーって入ったわけ、私運転じゃないですけど、うんうん、入ってもうスーダン人の男たちがわーって集まってきて、すごい勢いでタイヤをこう変えて、で沼からこうガーって出すのを見た時にスーダン人かっけーって思ったね。すごい、うん、なんかよくそういうなんか、ね、テレビとかでぬかるみにはまってタイヤギュルギュルギュルとかってやってる映像とか見たことあるけど、うん、それがガチであるんだ。もうやっぱ整備されてないから。そう、へ、なんかねもうぬかるんだこうでこぼこ道を進んだりすることも多いので。すごいね、しおりちゃんめちゃめちゃいろんな経験してるね。ただアフリカしか行ったことないんですよね。いや逆にすごいアフリカしかの、そのしかがすごい行ったことないもん、アフリカっていうかもう場所もわからない、まあ、世界地図頭入ってないわけよ、どこってまずなる。うん、だからあの3回今まで行ってて、うんうん、でパスポートはもうスーダンのあのスタンプしかないから、うん、もう2回目行った時は疑われてしまって、お前何者だみたいな、うん、でスーダンは決してあの観光で行くような場所ではないので。あ、そうなんだ。そう、あんまり政情が安定してなくって、エジプトの真下にある国ではあるんですけど、うん、このいわゆるピラミッドとか、うんうん、なんかそういう有名な観光地があるというわけではないので、それで2回目に行った時何者だって言われて、一生懸命歌やっててっていう説明をまあしてもらったんですけど、うん、それで入れましたね。へえ、うん、逆に疑われちゃうんだ。そうだから何を、そうそう、何しに来たのみたいな何も観光ないよみたいな、だ行って大丈夫みたいなみたいな感じですね。へえ、面白い。でもいいな、しおりちゃんそういうの今後聞いていきたいな。アフリカの話ですか？とか、なんか他にもいろいろ行ってない、うん、その仙台とかもそうだし。そうね、結構そういうしおりちゃんってなんだ、誰かのためにとか、うん、そういう気持ちで動いてることが本当に多いなって思うから。うん、そうですね、まあ、ただ同じところに結構もう濃く行ってたので、うんうん、あの仙台、宮城の名取市と岩沼市っていうところ、うんうん、最地になったところと、あとアフリカスーダンですね。いやでもそういうところに足を実際運んでる人の話で、うん、やっぱ
違うから行ったことないし、やっぱ震災とかねあって心配はしてても、うん、実際に行くって行動できる人って限られてるなって思うから、うそういう人の話は聞きたい。めちゃめちゃ勉強になりそう。3月あたりちょっとぜひね、うん、その東北に思いを馳せて、あそうだ ね、 ねこう沖縄から例えば東北とのこうつながりの話とか思い出話とか、うん、そういう話ができたらいいね。そうだね、3月はちょっとそういう月間にしようか、うん、意識づけないとさ、やっぱ日々の中でさ、うん、流れちゃうよ ね、 ね自分はさぬくぬくとこうやって生活できてるからさ、うん、ついつい、まあ、大変といってもなんとかなってるでしょって思っちゃったりとかしがちなので、ちゃんと現状とかを知ることは大事かもしれない。そうね、もう32歳の年だからさ、楽しいイエーイって生活してるだけじゃダメだなって思うから、うん、より人間力を磨くためにもそういうのを発信していこうか、うん、そうだね、やっぱ遠く離れた沖縄からだからこそ発信できることがあると思うので、うん、確かに、ね、ぜひ東北になんかゆかりのある方はメッセージも送っていただいてね、それ紹介しながら思い出話なんかできるといいかもしれないですね。そうですね、でその合間に一応ヘッポコラジオなので皆さんからのヘッポコ話も交えつつ、うん、ほっこりお届けできたらなと思います。ということで、もう気づけば1時50分、番組も残り5分となりました。やば、今日しおりちゃんの曲かけようと思ってたのに。あら、ありがとう。もうかけられないよ。あ、かけられない。もうあと5分で終わるから5分以内でかけられる曲あるかい5分以内、あ、まあ、今週はいいかな、また次回行きましょうかね。じゃあ1個ね、告知だけいいですか、うん、もちろんもちろん、やってこう。さっきね、メッセージでもツイキャスのメッセージでも、うんうん、ね、あ、ね、しおりちゃんのライブ今週行くよっていうのありましたね。ありましたね。来週か14日、14日、そのちょっと告知をさせていただきたいんですけれども、ですね、名護の方になるんですけれども、うん、島唄ライブかなさというお店がありまして、はい、こちらのオーナーが、私もデビュー当時からお世話になっている三線歌者の白間龍太、うん、白間龍太くんがやってるお店かなさの1周年記念ライブということでスペシャルゲストとして招いていただきました。お、日付が、2月14日バレンタインデーの2月14日金曜日のオープン19時スタート8時から、うん、ライブチャージが2000円となっております。白間龍太くんの、SNS を通じて、ご予約受付開始ということなので、ぜひ皆さん、このラジオを聞いてる方、名護にもいたりするかな。いや、いるんじゃない。メッセージ送れてなくても聞いてる人はいるかもしれない。あ、でも FM 那覇だから那覇近辺か。基本的な那覇近辺だと思いますけれども、でもね、ツイキャスとか、ね、うん、YouTube でも見れるので、もしかしたらいるかも。そうですね、まあ、バレンタインデーの思い出作りにぜひ名護まで遊びに来ていただいて、うん、ライブ堪能していただければなと思います。ぜひぜひしおりちゃんの生歌聞いてほしいなと思います。本当はさ、コメントでしおりちゃんのスマイルが聞きたいっていうのもあったんだよ、はい、だからそれ流したいなと思ったんですけれども、はい、すいません、時間配分がヘッポコなもんでしてあっという間の1時間でございました。はい、ということでしおりちゃんも今後準レギュラーとして、つるちゃん、普段はカメラマンのつるちゃんと2人でお届けしてるんですけれども、今後は3人になる可能性もあるし、みんなスケジュールまちまちなので忙しい中、また間塗ってラジオをお届けできたらなと思います。しおりちゃん、じゃあ来週はまさにライブだからラジオ無理か。そうです ね、 ね、ぜひ直接見に行ってください、はい、しおりちゃん、また詳しい情報などはしおりちゃんのインスタグラムとか見たらアップされるかな。アップ、うん、アップしていきたいなと思います。ヘッポコラジオには不定期で突然現れますのではい、その際はまたぜひしおりちゃんへのメッセージもお待ちしております。そして私、セブップスとしましては、2月29日からワンマンライブが始まりまして、はい、2月29日名古屋、そして3月1日が大阪、3月15日は東京、そしてファイナルが3月20日沖縄で行われます。もうね、1ヶ月を切りまして、絶賛リハーサル毎日入って、昨日も舞子一人で個人練習夜中2時半まで、えらいね、あ、まあ、入った時間帯が9時半から夜から練習しちゃったんだけど、もう止まんなくて、っていろいろ
ドラムと格闘してまいりました。でもそのぐらい熱量込めてバンドライブ気合入ってますので、ぜひ詳しい情報などセブプスのオフィシャルホームページご覧ください。そして先ほども言ったように3月はまたしおりちゃんと一緒に放送するときは、はい、そういうね、3月なので被災地のお話とかいろんな問題をこうちゃんと自分たちの身に置いて考えていけたらなと思います。結構真面目話していきたいなと思います。でさっきツイキャスにコメントくれてた郷田武さんも、はい、まさにもろ福島ですとか、あそうなんだ、うん、へーありました。ぜひねその地元の方の声とかもねラジオを通してお届けできたらいいなと思いますので、ぜひどんどんご参加よろしくお願いします。ツイキャスの皆さんもたくさんコメントありがとうございました。ありがとうございました。まだちょっと那覇は天気悪いですけれども週末なので皆さん楽しんでってください。ではお届けしたのはセブプスキラキラドラムのまいことシンガーソングライターの金城しおりでした。またねバイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。あすごい生放送舞子さんの洗濯物に匂わないで乾きますように。本当だよ本当だよ本当それありがとうございました。またね。